ました。巨大空間ウォーと題されました。本当に巨大空間という感じがしますけれども、いや今のアジャとブルの、ね、入場からアジャのドッキリパフォーマンス、なんか新しいことをねやるんじゃないかと思いましたけれども、ね、はい、いやそれにしてもこのブルシェイプアップされましたね、随分。そうですね、はい、さあアジャコング、ブル中野、そして LLPW からハーレーサイト、イーグルサワイという巨漢対決という感じですけども、放送席の方ですけども、ゲストに LLPW 社長でもあります、そして見事、素晴らしい試合を見せてくれました、風間ルミ選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど素晴らしい試合でした。ありがとうございます。もうあるところ、20分を超える ね、なんかこう社長パワーっていうの簡単ですけど、どうですか。1と10年ですね。1と10年ホールをもぎ取ったって感じでしたね。さあそしてゴングですけれども、意外とはアジュ選手っていうのはあのブル様以外に、巨漢って言える選手と戦った経験割とないんですよね、自分と同じぐらいの体重の選手とか、はい、このサワイという選手面白いかもしれないですね。そうですか。まずはこのイーグルサワイ、そしてアジャコングですけれども、本当にこれドッポロですか、本来というかですけどね、ものすごいパワーファイト、あった、これは強烈だ。そしてうわーすごい、両方とも微動だにしない、うん、意地と意地のぶつかり合いだ。さあこれアジャも、おっとバックへ回ってバックドロップ、おっとアジャすごい引っ張りました、そしてお返しのバックドロップ、ちょっとヘルレーザーズしてましたね。なるほど。いやそれにしてもこのブルのこのしなやかな、ちょっとブル様っぽくないですね。これはびっくりしましたね、でもメッチ君行く前から20キロばかりウエイトダウンしましたから。なるほど、はい、いやそれにしても随分スリムになりましたブル様ですけど、風間選手ね、風間社長って言ったのに、このハーレーとイグ控え室の表情というのはかなり緊張してましたね。ちょっと緊張しました、ね、でやっぱり、ね、うちのちっちゃい選手の方が多いんで、はい、2人揃ったのパワーのある選手ってなかなか当たらないじゃないですか、はい、その辺でかなり緊張してました。このハーレー選手ってのはなんかこう特技っていいですね。センスはすごいいいと思うんですけど、感じするのがね、うん、スピードではこの4人の中でね、うん、一番ありますから、やっぱりそうですね、やっぱり体格ないのはスピードで補うって感じですよね、まあ、逆に個性を発揮しやすいというのも言えるんだけど、もっといや僕これアジャがこうやって人のスペースを走っていましたけど、いいですねイーグル、乗ってますね、あっとこんなおかしい、この人のシングルそのうちなんか見たいなという気もしますね。いいですよね、魅力あるカードですよね。そうですね、何か真っ向からこうぶつかっていってくれるんで非常に気持ちいいんですね、見ててね。おっと、この時本当にアジャというのはプロレス人間だなって気がしますね。ちょっとあのグレートムタが入ったり、ロードウォリアーズが入ったり、ブッチャーが入ったり、ね、なんか骨の髄までレスラーって感じがしますね。まあ、見てる方も本当楽しいですよね。あとはまたブッチャーサッポブッチャーって感じがしますね。エルボ選手、さあちょっと場内シーンと静まり返ってるんですけれども、さあこの辺でまたしてもおーっグレートムタ違う色出しましたね、緑ですかね今のは。なんか口いじったんで変だなと思ったら、ああいうことがあったんですね。なるほど、横浜アリーナにグレートムタ誕生かという感じですというのは、アジ選手は割とこのオールスター戦ではタッグじゃなくて本当シングルを希望してたということで、まあ、記者会見でもね、かなりカード的にはちょっと不満があるなってことをね、はい、口にしてましたから。風間社長ね、イーグルとハーレーのコンビというのは別に定番ではないですよね。定番ではないですね、うん、で先日の後楽園ではシングル戦ってますよね、メインで、はいはい、これは LLPW 代表が2人組んだって感じですか。そうですね、これからも次の世代をしっかり築き上げていく人なんで、社長としても今日の注目してるなって感じです、はい、じゃあそれにしても LLPW で今日、
小気味というかいいですね、動きが。そうですね、そうですね、やっぱりここでかけるしかないんで、なるほど、名前を覚えてもらって、うん、大きくするチャンスなんでね。やっぱり名前を覚えてもらうって感覚ありますか。はい、ありますね。いや、今うわーというね、背中に強烈なキック。アジャというのはこのキックを別に全面出してるわけじゃないんですけど、ものすごい蹴りをしますからね。空手出身ですからね。そしてこれはいいバックドロップだ、うん、あれはなんかへそで投げたって感じですよね、はい、ブル中野、ブル様、しかしちょっとメキシコ遠征でかなりシェイプアップとしての凱旋帰国というところですけれども、おっとこれ強烈、うん、ダブルアームの体勢からそのままバックブリーカー、形がねやや崩れた分だけかえってなんか打ちどころがね、うん、なんかごつっと落ちてったって感じですね。いや、それにしてもこのイーグル選手は本当ただのね巨漢レスラーじゃなくてね、非常にいろんな技持ってますんで、その辺も楽しみなんですけれども、さあここはおっと場外に展開した、おっと、お、今度は逆に、お、セカンドロープで、あーっと、あー、これも綺麗に決まった、うん、こうならばこう、こうならばこうというなんか詰将棋の動き、なるほど、動きでしたね、今そうきたらこう来るぞというね、うん、それがあれじゃないですか、あのハーレーの考えさって感じじゃないですか。そうですね、やっぱり体細いですからね、あのどう見てもどうですか、やっぱりこの3人ともね、いわゆるその大型ですよね、うん、ハーレー選手その辺意識してる部分ってあるんですか、やっぱり。そうですね、やっぱり自分がどうしても小さく見られちゃうっていうのをかなり気にはしてましたけども、うん、その分はやっぱり技や、それにしてもこのキックがそこそこいいですね、うん、あ、ヌンチャクを取って、はい、さあこの辺がアピールのしどころというところですけれども、さあ、これは斉藤、おお、これはブル様の表情も非常にいい、これブル様のパフォーマンスなんですよね。いや、あのレスのとプロレスどころがありますよね、ハーレーって。あー、なるほどね、初めて見ましたよ。でもああいうことを考えるっていうことは本当プロレスどころがあるって感じですね。あー、そしてブルが本家本元と言わんばかりの二刀流という感じですけれども、どうだと言わんばかりですが、さあこしてこれ食らっちゃうと一番いけないんですよね。そうですね、この辺はやはり体格差、いかんとも仕方ない DDT、カウント、カウント2。でもハーレーって本当に顔見てると応援しやすいです。